はい、皆さんおばんです。本日も北海道の美味しいものをご紹介していくどさんこミセスまどチャンネルスタートしていきたいと思います。ということで、前回はですね、夕張メロンピュアゼリーのヌーボーをご紹介しました。もうね、夕張メロンミセス第1回のね、プチゴールドの時から、ね、やってますけれども、今回はですね、北海道といえば知ってる方は多いんではないかと思います、三方録をご紹介していきたいと思います。帯広の龍月さんの三方録、はい、楽しみに食べていきたいと思います。どうぞ今日もよろしくお願いします。どさんこミセスまどチャンネル、はい、ということでいきたいと思いますね。皆さん、三方録といえば、まあ、いろんなタイプ、一本物のやつとかね、あるんですけれども、今日はね、三方録の小割りからで、ね、ご紹介していきたいと思います。どん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 。はい、ということで、こちら三方録5個入りの北海道メロン期間限定のバージョンをご紹介していきます。はい、それではこちら三方録小割りの北海道メロン味期間限定ですね。パッケージの方がこちらになります。なんかね、北海道メロンだけどすごいコーティングが夕張メロンっぽくって白くてね、すごい爽やかな感じの商品になっています。それでは開けていきたいと思いますね。よし、このまままずこちらですね、パッケージの方、小割りはね、全部プレーンとかもすごく美味しいんですけど、久しぶりに食べますが、はい、このような形で5個入りになっています。それでは早速1個ずつちょっと取ってみますね。じゃん、こちらになります。で、こちらはですね、1個ままのやつもあるけど、ちょっと小割りになってるやつをすごい食べやすくなっていて、パカッ、あ、なかなかメロン、北海道メロンの結構よし、はい、という形で、よいしょ、どうでしょう皆さん、じゃーん、はい、このような厚さで、よし、小分けになってる小割り食べてみたいと思います。それでは、三方録は大好きな私なんですが、メロン味初めてなので実食してみたいと思います。いただきます。うん、このね、バウムクーヘンも心なしか赤肉のメロンっぽい色をしていて、美味しい、メロンっぽいです。うん、この小割りのいいところ、3口でいけます。うん、おいしい、北海道メロン味どさんこミセスまどチャンネル、本日は龍月さんの三方録小割り北海道メロン味をご紹介しました。すごくね、北海道メロンって書いてて、今日夕張メロンね、フェアの第2弾っていうとお伝えしたんですけど、見た目が夕張メロンっぽかったので、夕張メロンが入ってるのかなと思ったら北海道メロンって書いてたんですけど、多分ね、夕張メロンっぽい、うん、し、あ、味はすごく美味しかったので、ぜひこの見た目とね、夏らしい味をぜひ皆さんに楽しんでいただければなと思います。はい、それではこちらですね、夏、こちらも期間限定ですので、ぜひお買い求めは早めにということで、概要欄の方から食べていただければなと思います。こちら三方録小割り北海道メロン味は1箱5個入りのもので750円税込みとなっております。そして今日の情報が役に立ったなっていう方は、ぜひチャンネル登録、そしてみかんまどかのこの食レポが、まあ、この間は頑張ってね、応援するよって言っていただける方は、ぜひ高評価をお願いしたいと思います。
それでは次は第3弾に続きますので、また皆さんお会いしましょう。バイバーイ。